ここへ来てみよは、カール・ハイン・リヒ・グラウンが作曲した1730年頃に、作曲したジュナン・オラトリオである。グラウンは1725年2月から、ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル・コー・アウグスト・ビル・ヘルムの宮廷で、テナー歌手として職務に就いていた。1735年に、当時のプロイセン王対し、フリードリヒの宮廷に移るまで、グラウンは、 ブラウン・シュバイク宮廷で歌手としてのみならず、作曲家としても、精力的に活動し、6つのオペラや、クリスマスオラトリオ、復活祭オラトリオなどを、当地の宮廷及び、教会のために手掛けた。アグリーコラによって書かれたとされている伝記によると、グラウンは1733年までに、多くのドイツ語による、誕生祝賀カンタータ、教会音楽、イタリア語による、カンタータ、 二つの受難説のための音楽を完成させていた。グラウンは、生涯に、旧聖書の苦難、ここへ来てみよ、子羊が行く、トガを背負って、イエスの詩の合わせて四つの受難オラトリオを作曲したが、このうち、子羊が行く、トガを背負って及び、ここへ来てみよが、アグリーコラによって報告されている、ブラウンシュバイク時代に書かれた二つの受難説のための音楽であると考えられている。 ここへ来てみよは、イエスの詩ほど、後半に授容されることはなかったものの、多くの筆者譜を通して、北ドイツ地域に広く伝承された。全体を通じた楽曲の番号数は66に、および、編成面でもフルート、オーボエ、ファゴットが、それぞれ3本ずつ、ホルンが2本、さらには、ビオリーのピッコロまで用いられるなど、規模の大きさが、特徴的であり。 本作を大樹南曲のタイトルで伝承している主候補もある。以前に作曲した復活祭オラトリオ、クリスマスオラトリオで用いた音楽語法をさらに洗練させて、この作品はグラウンの作曲活動中期における一つの集大成のような様相を呈している。上記の記述において出典情報なく記されている情報はすべてベルンハルトスカーメク。 カールハインリヒグラウン、コムトハーウントショート、ベースコ2007、SVXXV を根拠としている。特に必要な場合、および引用元が本文献でない場合に限り、出展情報を記載している。ありがとうございます。